福獣駅は、北海道札幌市と平区く、月寒東一条13丁目にある、札幌市営地下鉄東方線の終点の駅。駅番号は、H14。札幌ドームの最寄り駅。一面二線の島式ホームである。北側に、両渡り式点鉄機。南側に留置線が3本設置されている。終点駅であり、札幌ドームへ向かう利用客や接続するバスへの、 乗り換え客が多いものの、ホームの福音は、延伸区間の待機とあまり変わらないため、手狭となっている。開業当初は、栄町駅と同様に、一旦南側の留置線へ改装しその後にワンホームへ入線していたが、2004年以降は、北側の両渡り式点鉄付を利用して転線し、ホームで折り返しが行われるようになった。これは沿線にある、ケイズ電機、月サドームや、 札幌ドームで開催されるコンサートやイベント、プロ野球などの観客が大幅に増加したため、一部の客が回送車にご乗車する例が目立つようになったことや、ホームの混雑による転落事故を防止するためとされる。東方線の終点駅で定期的にホーム折り返し運転が行われるのは、延伸前の放水ススきの駅で行われて、以来10年ぶりとなる。出口は4カ所。 地上へのエレベーターは当初2番出口にしかなかったが、後に3番出口、バスターミナルへの通路にもエレベーターが設置された。東方線の駅では早い段階で南改札口のすべての改札機がカード対応になった。当時はまだカード非対応改札機が混在していた時期であったが、札幌ドームの開業前に更新が実施された。 そのため当初改札口のカード専用改札機の上にカードご利用の方はこの改札をお通りくださいという案内は当駅の南改札口はすべてカード対応ですに切り替わった。全駅がカード対応改札機に更新された後もしばらくは枠のみが残っていた。また2009年からの IC カードサップ化導入に向け当駅の改札機は北改札口。 南改札口ともにすべてサプカ対応に更新された。これは、大通駅や札幌駅よりも先である。札幌市交通局によると、2019年度の1日平均乗車人員は16,444人で、ある。これは、東方線では、札幌駅に次いで多く、打線の乗り換えがない単独駅でも、麻生駅に次いで多い。また、 札幌ドームイベント開催日が特に混雑することが特徴である。駅開業後の1日平均乗車人員の推移は以下の通りである。福住駅周辺の様子。手前の道路は国道36号隣の月寒中央駅より国道36号の下を通っており、出口もすべて国道36号沿いにある。周辺は国道36号沿いを中心に、 商業施設や企業が集積しており、周囲をマンションなど住宅街が取り囲んでいる。福獣駅で接続する北海道中央バスと北斗交通のバスは、併設された福獣バスターミナルに発着する。行き先や乗り場は、当該項目を参照。ありがとうございます。